小松市の小学校で津営源金沢のスタッフによるサッカー教室が開かれました。サッカー教室は小松市の粟津小学校で開かれ、4年生から6年生およそ50人が参加しました。子どもたちは津営源金沢のスタッフから指導を受け、パスやシュートの基礎を学びました。最後に行われた津営源チームとのミニゲームでは、ゴールを決めるたびに歓声が上がり、短い時間の中でサッカーの楽しさを体感したようでした。最後にやったコーチとの試合が一番楽しかったと思います。みんなでボールを回してパスを回すの、みんなで協力するのところがとても一番楽しかったです。最後のゲームが一番楽しかったです。自分もそのサッカー習ってたけど、その津営源のそのコーチの方々が来てくれてたので、その普通のサッカーよりもっと楽しめたかなと思います。津営源金沢はシーズンオフもこうしたサッカー教室を定期的に開いています。